皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。ダニアレルギーです。生活上どんなところに気をつけるべきでしょうか？子どもは新陳代謝が盛んで、赤やふけ等の皮膚の落雪も多く、食べ残しも多くなりますので、子どものいる部屋ではダニの餌が多くなり、ダニの個体数も多くなる傾向があります。実際子ども部屋で使用している直径1メートルのラグから1万匹以上のダニが検出された例もあります。また布製のぬいぐるみからも多くのダニが検出されています。 1個の布製ぬいぐるみから200匹以上のダニが検出された例もあります。このような例ではぬいぐるみを丸洗いすることによってダニ数を減少させることができました。